本日は、上式見ホープの第1回目のボッチャ大会にご参加をいただき誠にありがとうございます。また、メンバーは決まっておるようにございますので上位目指して頑張っていただきたいと思います。皆さんおはようございます。本日は取り仕切りボッチャ大会を計画いたしましたところ、ご多忙中にもかかわらずたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。では早速ですね、競技の説明をいたします。審判員の紹介をいたします。審判長の宮古真司さんです。で、草子下敷きの集落審議の野中健吾さんです。はい、
かです。Thank you.
よし。あ、おお。いいところ。これは、はい、こっちが近いの、はいはい、Oh!
青。
チキャリー。ここ出ます。ああ、出とる。じゃな。芝居の方がどこじゃの。おはい。おめでとう。ねえ、あれしてもいい。もう少し投げてあげればいいか。はい。青。1対0で青。優勝は F チームになりますので、お三方はどうぞ前にお進みください。どうぞこちらに。1位です。あの柄が全部違いますので、3人で交換さん、はい、おめでとうございました。ありがとうございました、はい、次は2位になります。 I チームです。 I チームのお三方どうぞ前にお進みください。あのこれ防災グッズになっております。最近ですね、いろいろまたあの地震とか、はい、多く発生しておりますので、はい、すいません。そしたら3位は C チーム。新人のお三方どうぞ前にお進みください。はい、どうもおめでとうございました。はい、ありがとうございました。で、これから最高齢賞を男性の代表の方と女性の代表の方ですね、2名に最高齢賞を用意しております。今日の男性の方は荒牧邦彦さんになります。はい、と女性の方はですね、後藤育子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、ビーチの方で頑張られてください。今日もですね、朝は寒かったんですけど、皆様方の熱戦でですね、私もちょっと山を脱ぎたいなと思うくらいです。でこの紙敷きからですね、あの春の先駆けを聞いたような気がいたします。またあの元気にですね、体操、お抹茶、いろんな、公民館の活動、これからも元気によろしくお願いしたいと思います。じゃあ今日あのお手伝いいただいたですね、集落庭園のみんなもですね、一生懸命応援してまいりますので、これからも健康に気をつけて頑張っていただきたいと思います。ご挨拶いたします。ありがとうございました。残念ながら結果が伴わなかったですね。いつも練習はされているの？いやいや、ほとんどやってません。どうでした？今日は楽しめましたか？ね、非常に楽しめましたですね。皆さんと分け合い合いで良かったですね。はい、そういった機会があったら、ね、ぜひまだやりたいですね。皆さんが集まって楽しくやれるからいいですよね。年に関係なくやれますからね。先日の町の大会の後にですね、紙敷きの大会があるということで、公民館で皆さんで、2回ほど練習をしました。楽しかったです。いつも結構ボッチャやっておられるんじゃないですか？いえいえ、あのボッチャっていうのはあの初めてというか、あの昨年の町の大会の時初めてやりました。それまで全く馴染みがなかったんですけども、結構簡単そうで難しいですね。なかなか今日はどうでしたか？今日はあのうちのチームは良いでしたけども、あの最高齢の方とですね、女性の先輩の方と3人で和気あいあいとちょっと真剣になりながら楽しくやりました。ありがとうございました。またこういった大会があったらあの参加してみて。そうですね、本当にあの地域が盛り上がっていいと思います。
できれば参加したと思います。やっぱ面白いですね。年に関係なくやらせていただきました。今までずっと今ボッチャはやっておられるんですか？いや、初めてしました。初めてです。どうでした？大変面白いございました。またやってみたいと。はい、またやってみたいですね。また紙式見国でまたやりたいですね。はい、ありがとうございます。いつもボッチャはやっておられるんですか？ああ、ですね。時々ですね。前回町野で出てですね、楽しかったので何回かこちらの方で練習しました。まあまぐりみたいなものですよ。いろいろと作戦とかがあるんですよね。まだですね、用途は競技のあれは与党は分からんとですけどですね、まあ、いろいろ皆さんから教えていただいて。じゃあまたこういった大会があったら出てみたいと思います。はい、そうですね、またやってみたいと思います。この度はおめでとうございました。ありがとうございます。本当お世話になりました。BBC